はい。法学部、法学政治学研究科の城山と申します。それでは、今日の模擬講義を始めたいというふうに思います。で、私自身はですね、法学部の中で、政治学の中でも行政学という分野を、専攻しております。行政学というのは、公共政策の、政策決定のプロセスだとか、あるいは、その実施のプロセス。あるいは、そういうものを枠付けるですね、制度の仕組みについて、研究をするという、そういう分野であります。そういう観点からですね、今日は、現在進行中であります、新型コロナウイルスの感染症の場合をですね、念頭において、複合リスク管理における専門家の役割と限界ということでお話をさせていただきたいというふうに思います。で、まず、複合リスク管理とは何かというところから、説明をさせていただきたいと思います。複合リスク管理ということの前提でありますけれども、リスク管理というのは、大きくリスク評価とですね、リスク管理という2つの、プロセスからなるというふうに言われています。では、じゃあその前提となるリスク評価とは何かというと、ここにも書きましたように、通常被害の正規確率と被害の規模を掛け合わせたものだというふうに言われています。で、当然こういう評価をしようと思うと、評価をするデータがですね、不可欠になるわけですが、現実の世界においては、これはしばしば、不十分なのであります。被害の正規確率にしろ、被害の規模にしろですね、いわゆる疫学データというものをですね、探すということが、通常行われます。例えば、化学物質のですね、人体に対する影響のような場合であれば、人体実験をやるわけにはいきませんので、むしろその工場の現場等でですね、意図せず結果として、化学物質に暴露された、エクスポージャーされたといったようなケースのですね、データを集めてきて、それから健康影響というものをですね、推定するわけであります。で、あるいは、今回のですね、新型コロナウイルスのような場合であってもですね、これは新しいものですので、当然データがないわけなので、実際の疾病の発生状況等に関するデータ、疫学データからですね、推定をするということになります。で、それから、リスクを評価するときにはですね、その被害、リスク被害をですね、どういうふうに定義するのかということで、実はいろんな幅があり得るわけです。通常リスク評価というとですね、その死者が発生する確率のようなものを、しばしば見るわけですけれども、死者で見るべきなのかですね、人は死ななくても、例えば、負傷したり、生活の質、クオリティライフが落ちるのであればですね、当然これも、被害としてカウントすべきだということがありますので、まさに何を被害と見るのかというところがですね、リスク評価においては重要になります。で、例えば今回のですね、新型コロナウイルスなんかの場合でも、当然その病気によるいろんな、被害はあるわけですが、その直接的被害以外にですね、例えば家に閉じこもることになった結果として、家庭内でドメスティックバイオレンスのようなものが増える。例えば、こういう社会的影響というものもですね、リスクに含めて、考えるということも、できるわけであります。で、このように、リスク評価を行った上で、一体じゃあそのリスクをどこまで減らすのか、逆に言うとどこまで許容するのかという意思決定をしなければいけないわけで、この線引きの判断がですね、リスク管理ということになります。どこまで許容するのかっていうのは裏返して言えばですね、どのレベルまでリスクを下げるように、一定の管理手段を採用するのかという、こういう判断であるわけです。で、これは言葉の上ではですね、リスクをどこまで許容するかということになってますけれども、実は実質的に社会の判断としてはですね、実はこのリスクを受け入れることによって伴うですね、便益がどのぐらいあるのかと、そのバランスをどう考えるのかという判断でもあるわけです。現実に例えば社会はですね、自動車という技術を受け入れてきたわけですけれども、例えば、死亡確率っていったような数字で取るとですね、自動車という技術は比較的確率が高かったわけです。ただ、なぜ受け入れたかというと、それだけ利便性ですね、特に遠隔地域においてもアクセスの自由が確保できるという、そういう、便益があるというふうに社会が判断したからということが言えます。それから、便益とリスクのバランスを考えるというときにですね、単に総量だけを考えればいいのかという問題もあります。結局ですね、社会で便益なりリスクなりが生じるということは、結局誰かが便益を負う、あるいは特定の誰かがリスクを負うということであるわけなので、結局その配分的含意と書きましたけれども、結局どういう分布で便益があるのか、あるいはリスクがあるのかということが、
実はまあ社会の判断においてはまあ重要な要素になるということが言えるわけであります。それからこのようなまあリスク管理を行う際の一つの重要な要素はですね、不確実性への対応ということであります。つまりそのリスクがどのぐらい発生するのかっていうリスク評価に伴う、それをもたらすですね、知識であるサイエンスってものには常に不確実性があるわけです。で、その時に不確実性が残ってもですね、何事かが発生すればその被害が甚大足りうるので、予防的に行動するというふうに政策決定をするのかですね、いやいやそうではなくてですね、不確実なのであれば、まあ、しばらく様子を見てですね、発生を想定して対応するってことはしないで、発生しなかったとしてもですね、やっておく意味のあることだけやろうという、まあ、こういう態度を取るのかという、まあ、これはまあ両方政策決定としてはあり得るわけです。で、前者はしばしばまあ予防原則、予防的アプローチと言われ、まあ、後者はですね、後悔しない政策、まあ、ノーリグレットポリシーというふうに言われるわけです。例えばまあ温暖化であればですね、温暖化対応であれば、まあ、省エネルギーというのは、まあ、温暖化が発生しようがしまいがですね、省エネすることによって、まあ、経済的なメリットもあるわけですので、まあ、これはまあ、ここでは、まあ、後悔しない政策ということの例になるわけです。で、このどちらを取るのかというのは、まさにリスク判断における、まあ、政策的な判断だということが言えるだろうと思います。で、リスク管理においてですね、重要な要素として、ここに書きました、まあ、リスクトレードオフということがしばしば指摘をされます。リスクトレードオフっていうのは何かというとですね、まあ、特定のリスクをですね、減らそうとして行った努力が、まあ、結果として逆に他のリスクを増やしてしまうことということです。よくまあ教科書的に出てくるのは、例えば自動車のですね、燃費向上のために車体を軽量化するということをすると、まあ、当然燃費が良くなりますし、したがって、例えばまあ、地球温暖化の観点からはですね、リスクを減らすわけですが、他方当然、衝突には良くなって安全性はですね、落ちる。つまり別の安全性というリスクはまあ高まるわけで、まあ、こういうトレードオフがあるわけです。あるいは、まあ、その、地球環境問題の走りでありました、オゾン層破壊問題となりましたけれども、まあ、それに対応するためにですね、オゾン層を破壊するフロンのまあ代替品というのを作ったわけですが、まあ、この当初の代替品というのは、オゾン層破壊は減少させるんだけども、温暖化はむしろ促進するというものであったわけで、まあ、ここでもオゾン層破壊への対応と温暖化への対応ということのまあトレードオフがあるわけです。まあ、最近の身近な例で見るとですね、まあ、温暖化あるいはまあエネルギー安全保障への考慮ということから、まあ、風力発電を含むですね、再生可能エネルギーというのがまあ促進されるわけですが、まあ、例えばこの風力発電もですね、まあ、地域の現場に設置するとなると、まあ、いろんなまあリスクトレードオフを扱わなければいけないわけです。つまりその温暖化リスクを減らす、エネルギー安全保障リスクを減らすっていうのはまあ当然重要な課題ですけども、他方その地域の現場ではですね、まあ、いろんなリスクが増えるっていうことも、まあ、主張されるわけです。例えばその自然保護団体なんかはですね、バーズストライク、まあ、鳥の殺傷のリスクというようなことが言われますし、あるいはまあ風景にマイナスだとかですね、あるいはまあ低周波の騒音等のリスクがあるっていうことが言われる。まあ、こういうトレードオフの判断をしなければいけないということになります。で、これは言い換えるとですね、リスクっていうのも一つではなくて複数だと。で、全体のバランスを考えなきゃいけないということでもありますし、まあ、便益っていうのもですね、複数存在して、まあ、それらのバランスを考えなきゃいけないということで、まあ、一般的に言えばリスクと便益のまあ多面性という、まあ、こういう課題を示しているということが言えると思います。で、じゃあそれではこういうそのリスク評価なり管理っていうのを、まあ、制度的にどういう形でやっていくのかということですけれども、まあ、これにはいろんなまあ制度的なバリエーションというのがあります。で、しばしばその今お話をしたリスク評価とですね、リスク管理を、まあ、そのまま制度的に分けている分野として指摘されるのが、まあ、食品安全の分野であります。食品安全委員会っていうのがリスク評価を担い、リスク管理は農林水産省だとか厚生労働省が担うっていう、まあ、こういう分業をやるわけです。ただこれはまあ例外的でありまして、通常はリスク評価、リスク管理はまあ一体的に行うという場合が多いわけです。で、その際でもですね、まあ、それを周り、第三者がですね、まあ、チェックをする、ダブルチェックをするっていう、まあ、元のですね、原子力安全委員会のような仕組みもあれば、あるいはもう独立した機関が一元的に責任を持って担うという、まあ、現在の原子力規制委員会のような考え方もあるわけです。
通常はですね、まあ、今日お話をする感染症の場合もそうなのですが、リスク評価管理というふうに分けずにですね、あるアドバイスをする、まあ、審議会、専門家会議等と、まあ、決定を行うですね、まあ、あの行政機関という、まあ、そういう分担がですね、まあ、通常なされるということになるわけであります。で、まあ、ここではですね、まあ、複合リスク管理という概念を用いましたが、まあ、どういうことかということを少しお話をしておきたいというふうに思います。例えば、あの2011年のですね、東日本大震災に伴う福島原発事故というのは、もともと地震が原因で津波が起こり、その結果、津波があの原子力発電所に押し寄せてですね、まあ、あの原子力災害というのは起こり、その結果、放射線等がですね、放出されて、食品に関する汚染というのが起こったり、あるいはまあ放出の結果としてですね、避難をするということが起こりますので、その避難の結果ですね、例えばまあ高齢者だったり病気を持っている人は逆にまあ健康被害が増えるという、まあ、こういうある種のまあリスクの連鎖のようなものがあったわけで、まあ、これをここではまあ複合リスクというふうに呼んでいるわけです。例えばヨーロッパではですね、ネイテックっていうの概念もあって、まあ、ナチュラル&テクノロジカルディザスターってことですが、まあ、これはですね、そのもともと洪水等の自然災害が原因になって、例えば化学プラントから化学物質が流れ出すと。それがまあ住宅地や農地に行くことによっていろんな影響を及ぼすって、まあ、こういうことを念頭に置いてたわけですが、まあ、福島原発事故を含むですね、複合リスクっていうのもこのネイテックのまあ一種であるわけです。で、こういう複合リスクにおいては、いろんな分野のリスクが関連してきますので、その分野間のですね、専門分野間の横断的なコミュニケーションっていうのが大事になりますし、まあ、そういうそのいろんな分野のリスクについてですね、幅広くアンテナを張っておくことが必要なわけですが、それらにバランスよく対処するというのは、まあ、なかなか難しいわけであります。まあ、例えば、その、地震だとか津波のリスクにどう対応するかということについて言ってもですね、例えば、まあ、2011年の東日本大震災の前にですね、まあ、歴史的に起こってなかった地域でも津波が起こりうるっていう、まあ、そういう研究成果の報告はですね、例えば内閣レベルの中央防災会議というところにあったわけですけども、結局、対応に必要なリソース等を考えてですね、まあ、対応しなかったわけです。で、そういう意味で言うと、まあ、そのリスクの存在を認知することまでできたとしてもですね、それに適切な対応をするということは、まあ、なかなか難しいということがあります。で、まあ、今回のですね、新型コロナウイルスで問題になっていることも、もともとは感染症ですけれども、それがまあ経済活動を停止することによって経済的リスクに展開すると。あるいはさっきお話ししたように人が家の中にこもることによって、まあ、いろんなその家庭内のですね、まあ、DV 等のリスクが高まるっていう、まあ、ある意味ではまあこれもですね、複合リスクなのだろうというふうに思います。まあ、以上のような前提でですね、じゃあ今回の日本における新型コロナウイルスの展開だとか、まあ、それへの対応というのがですね、どういう特色、課題を持ってたのかということに移っていきたいというふうに思います。でここに書きましたように、日本でですね、最初に新型コロナウイルスが確認されたのは比較的早期であります。でしかしながら、実際に拡大をしたのはですね、3月以降でありまして、欧米諸国よりは遅かったわけですが、まあ、それに対応して、4月の6日にですね、国がまあ緊急事態宣言というのを出し、4月の16日はその範囲を拡大していたわけであります。しかしながら、まあ、5月14日、21日とですね、対象地域を限定し、5月25日には一旦、まあ、緊急事態宣言を解除するという、まあ、こういう流れであったわけです。で、感染者数の経緯に見るとですね、まあ、このような、山がいくつかあるわけです。で、一旦ですね、まあ、5月の末は、まあ、収まるわけですけども、また再度7月以降増えていくと。で、8月以降、また再度少し減るわけですが、どうも傾向を見てるとですね、10月以降また増えてきてるんではないかという、まあ、こういうことがまあ危惧されているという、まあ、こういう経緯であったわけです。で、まあ、今回のですね、新型コロナウイルス感染症への対応を規定する上で、前提になったのはですね、約10年ちょっと前のですね、まあ、いわゆるまあ新型インフルエンザへの対応のまあ経験っていうのがあって、まあ、それがいろんなベースになっています。で、このベースがあったゆえに、できたこともあれば、課題も残ったというのがですね、今回の対応の前提条件だということが言えるだろうと思います。で、この2000年代に入りまして、2005年にですね、
WHO が、世界インフルエンザ事前準備計画というのを、公表し、それに対応する形でですね、日本の国内においても、2005年の11月に、新型インフルエンザ対策行動計画というのが、策定をされるということになります。で、その中で、大臣を本部長とする対策推進本部というのが設置され、省庁横断的な仕組みとしてですね、関係省庁対策会議というのも設定をされるわけです。で、さらにですね、2009年の2月には、その新型インフルエンザというのは、多数の国民の健康生命に関わり、影響も甚大だろうということなのでですね、いろんなステークホルダー、国のみならず地方自治体、企業、関係機関が総合的に対応することが重要だということで、行動計画の改定だとか、いわゆる各種のガイドラインというのが作られるということになったわけです。で、幸か不幸かその直後でありますけれども、2009年の4月には、いわゆる新型インフルエンザというのが発生して、これへの対応が迫られるということになったわけです。この中で、今回も取られましたけども、学校の休校措置のようなものもですね、一部地域では取られたということになるわけです。で、この経験をですね、どういうふうに総括するかということは重要だということは、当時も認識をされていて、これはなかなか興味深い記録ですけども、この新型インフルエンザ対策総括会議っていうのが、厚生労働省の中で設置をされ、いろんな提言というのが出されています。これは今から見てもですね、結構重要なものがあり、ある部分は対応されてますけれども、必ずしも十分ではなくて、きちっと対応しておくことが重要だったという、こういう反省もですね、しばしば聞かれるところであります。で、この中でどういうことが提言されたかというとですね、当初の想定とやはり違ったというのが一つです。で、当初はかなり病原性の高い鳥インフルエンザを念頭に置いてたんだけども、実は病原性ってそれほど高くないものだったわけなので、それに対する対応っていうのが十分準備できてなかったということがあります。で、あるいはですね、4番ですけれども、例えばワクチンの供給についてもですね、生産体制を強化するってことをまだ始めた段階でありましたので、一度に多量のワクチンっていうのをですね、供給することができなかったということ。それから、先ほど申し上げたように、病原性がそれほど高くない新型インフルエンザに対して、どういうふうに対応するのか、ワクチン接種をどう対応するのかってことに関するですね、枠組みが不十分であったという、そういう課題もあるわけです。で、この総括会議にも参加していた人とも重なるわけですけれども、当時設置されていたですね、政府の専門家諮問委員会っていう人たちがですね、メンバーが論文で総括をしていて、そこでは次のようなことを述べています。で、情報発信っていうのが重要だってことでですね、必要であれば積極的にマスコミ等に接触するということも大事だったとかですね。で、その事務局、役所とは話をしてきたんだけど、やはり直接政治家に述べる、意見を述べるっていうようなこともですね、大事だったんだって、もうちょっと能動的な態度をすべきだっていう、こういう反省をしてたというのが、興味深い点であります。で、その後、具体的な制度的な仕組みというのが作られることになります。これが現在の制度的枠組みの前提になっているわけですけれども、2011年の9月には、新型インフルエンザ等対策閣僚会議っていうのが設置されますし、それから、最近もしばしば耳にしますけれども、2012年の5月にはですね、新型インフルエンザ等対策特別措置法というのが設置され、その下に有識者会議だとか、基本的対処方針等諮問委員会っていうのが設置されると。また事務局も置かれるということになったわけです。で、これが今回の事態の歴史的前提であったわけです。じゃあ、それではですね、じゃあ今回の新型コロナウイルスにどうやって対応したのかということ、その時の課題は何かという、今日のお話のコアの部分に進んでいきたいというふうに思います。で、先ほどお話ししたような枠組みがですね、新型インフルエンザについてはあったわけですが、新型コロナウイルスが発生した当初はですね、これは従来念頭に置いた新型インフルエンザとは違うという、こういう整理がなされました。そのためにですね、アドホックな体制として、2020年の1月30日に、新型コロナウイルス感染症対策本部というのが設置をされるということになります。で、そしてそのもとにですね、2月14日に新型コロナウイルス感染症対策専門家会議というのが設置され、12人の専門家が任命されるということになったわけです。
それからこれも初めての試みでもありましたが、2月の25日にはですね、厚生労働省内に外部から専門家を集めてですね、クラスター対策班というのを設置をしたという、こういう当初対応を取ったわけです。で、この中でですね、このコロナウイルス感染症対策専門家会議というのが、少なくとも当初はですね、かなり重要な役割を果たしたわけです。で、ここでは興味深い運用がなされてたということが言えます。具体的にはですね、その見解だとか、要望だとか、状況分析、提言といった形でですね、単にその自動的に政府の諮問ですね、に回答するだけではなくて、社会のステークホルダーに対してですね、能動的に課題設定する、提案をすると。つまり何が重要な現状の課題かとかですね、こういうことを考えるべきだということを能動的に行うということ、こういうことをですね、この専門家会議っていうのはかなり意識的にやってたというふうに思われます。で、これは先ほどですね、その新型インフルエンザの問題に関して、その総括がなされたってお話がおしましたけども、その中でですね、当時の政府専門家専門委員会の委員がですね、その政治家だとかマスコミに対してもうちょっと能動的に働きかけるべきだったんだっていう、こういう反省を示していたっていうことをお話しましたが、まさにこれが意識的に実施されたっていうことだろうと思います。で、実際にですね、この分野の専門家は限られてるってこともあり、実は新型インフルエンザの時にコアで活用したですね、専門家の方は、かなり現在も重なっているっていうところもあり、そういう意味では一定のですね、過去の反省に基づいて、能動的に動けたという部分はあるんだろうと思います。例えばですね、この2月の23日に第3回の専門家会議ということがありましたけれども、そこではですね、自分たちの役割っていうことでですね、どういうふうに規定してたかっていうと、もちろん医学的な見地から助言を行うっていう、これは基本的な役割なんですが、それだけではなくてですね、現在までに明らかになってきた情報をもとに、我々がどのように現状を分析し、どのように考えているのかということについて、市民に直接お伝えすることが専門家としての責務だと考えたという、こういうことをですね、話しているわけであります。あるいはもう少し後になるとですね、3月19日の第8回の会議ですけれども、当時都市部でですね、北海道以外でも増えてきたということがあってですね、いわゆるオーバーシュートと言われましたけども、爆発的な感染拡大の恐れがあるんだとかですね、それに対応するために重症者を優先とする医療体制の構築が必要だということをですね、いち早く課題設定をするわけで、この専門家会議が課題設定した上でですね、それを閣僚レベルの対策本部で受けて一定の意思決定をするっていう、こういう役割分担っていうのがなされたわけです。ただ常にですね、この専門家会議の決定っていうのが重視されたわけではなくて、一部の決定はですね、政治的決定というものが、その専門家の判断をオーバーライドするということもあったわけで、例えばその例がですね、2020年の2月29日の学校の休止の判断であります。これは総理大臣がですね、記者会見で言ったわけで、必ずしもその専門家会議の議論を踏まえたわけではなかったということが言えます。で、またこの専門家会議をですね、インフォーマルに支えるものとして、これは非公式的な組織ですけども、コロナ専門家有志の会っていうのがあってですね、この専門家会議の主要メンバーとかですね、外部の人たちが、まさに非政府レベルのメカニズムを作って、社会にいろいろとですね、情報発信をしていくっていう、そういう仕掛けとセットでですね、一定の能動的な役割を果たしたというのが、この興味深い事例の側面だということになります。で、当初はこのようにですね、アドホックな対応であったわけですが、その後ですね、一定の制度化というふうなことがなされるようになります。具体的には、3月14日にですね、先ほどお話をした新型インフルエンザ等対策特別措置法というのが改正をされます。当初はこの対象ではですね、新型ウイルスは、コロナウイルスはなかったわけですが、時限付きでですね、この対象だということになり、その結果、緊急事態宣言を出そうということになるとですね、それが稼働になるという、こういう枠組みができたわけであります。で、それに基づいて、閣僚会議というのも開催をされ、
そのもとにある有識者会議だとか、基本的対処方針等諮問委員会というののですね、改組ということも行われるわけです。で、このような枠組みを整備した後に行われたのがですね、4月当初のですね、その緊急事態宣言の、提示ということであったわけです。で、具体的にはですね、この4月7日に基本的対処方針と諮問委員会で議論し、その後対策本部で議論し、そこでですね、5月6日までの当面緊急事態宣言というのを決めたということになるわけです。で、ここで従来の専門家会議に代わってですね、この基本的対処方針と諮問委員会っていうのが重要な場になってくるわけですけども、とはいえですね、従来の専門家会議の役割がなくなったわけではないというのは、ここでの重要なポイントの一つです。で、例えば4月1日の会議でもですね、都市部の感染者が急増していると。で、その中で特に、いわゆる夜の街のクラスターへの対応が重要だと、こういう点についてアジェンダ設定をするということをですね、引き続き行っていたということが言えます。で、また、新型コロナウイルスの場合には、関係する範囲、リスクの範囲はですね、単にその健康影響だけではなくて、経済にも関わってくるので、そこまで含めてどういう対策をするのかということも、ある種、社会としては決めなければいけない。リスクマネジメントとして決めなければいけないわけです。で、これは、ある意味では、狭い範囲のですね、専門家会議だとか、あるいは、関係閣僚会議だけではできないので、むしろ、内閣レベルの意思決定としてですね、一定の対応ということをするということになります。細かいことは、ここで省きますけれども、この丸四に書きましたようにですね、その経済的な影響っていうのがあるので、経済構造をどうやってレジリエント、強靭なものにしていくのかと。例えば海外とのですね、貿易なども途絶するわけですけども、だとすると、じゃあ今後そういうことが起こらないようにですね、サプライチェーン等をどうやって変えていくのかと。そのための支援をどうするのかっていうことも、検討対象になりますし、あるいは、この新型コロナへの対応っていうのはですね、マイナスだけではなくて、プラスの側面もあり得るわけで。今も課題になってますけども、デジタル化っていうのをどう進めるのかということも含めて検討するということを、より幅広いですね、内閣というレベルで対応するということになるわけであります。で、このような対応がですね、捉えていくわけですが、政府レベルの対応っていうのはですね、必ずしもその国レベルに限られるわけではなくて、地方自治体レベルでどういうふうに対応するのか。地方自治体レベルと国レベルの役割分担という、そういった課題もありますし、それから地方自治体同士の関係ということもですね、関連して課題になってくるわけであります。で、そのいくつかの局面を少しご紹介しておきたいというふうに思うわけですが、一つはですね、今お話ししたような形で、国ではですね、対応を進めていくわけですけども、そういう対応を進めていく上でのですね、ある種の早い段階での実験場的な対応の場としてですね、地方政府、地方自治体が使われたという、こういう側面があるわけです。例えば、北海道はですね、これは比較的早い段階で、その学校の一斉休校というようなことを、要請をすると。これが、この直後にですね、首相がですね、総理大臣が国レベルで実施するように求めたわけですが、そういうのの最初のプロトタイプというのは、この北海道レベルでですね、行うということで、あったわけです。それから、緊急事態宣言というのは、国レベルで出るのはですね、2020年の4月でありますけれども、例えば北海道ではですね、週末の外出自粛等を求めるということをですね、2月の28日にやっているわけです。現在も北海道というのは第3波かということで、かなりいろんな形で注目を集めてますけども、この当初の時期においても比較的初期にですね、感染者が増えたということで、こういうその他で地域で実施されるようなことのですね、プロトタイプ的な実験を行うというようなことが、北海道では行われたということが言えます。そういう意味で言うと、国のですね、対応のむしろ実験場として地方自治体、地方政府が機能したという、そういう例であります。それから、国とですね、
地方自治体との関係っていうのが、まあ、しばしば緊張関係を持つということもあるわけです。まあ、特に、まあ、大都市においては、まあ、感染拡大っていうのが、まあ、大きかったということもあり、まあ、例えば、まあ、東京都のようなですね、そういう地域と、まあ、国全体を見ている、まあ、国ということではですね、まあ、判断が若干違うということもあり得て、その結果、まあ、いろんな、まあ、緊張関係、綱引きが起こったということもあります。例えば、その、3月末から4月にかけてですね、まあ、最終的には国も緊急事態宣言を出すわけですが、そこに至る過程の中ではですね、かなり、まあ、党の方がですね、まあ、プッシュをしていったという側面があるわけです。で、3月23日にはですね、まあ、党が、まあ、新たな対応方針ってものを出して、感染者が爆発的に増加するオーバーシュートってのはあり得ると。で、従って、ロックダウン、都市の封鎖っていう可能性があるんだっていう、こういうことをかなり、アジェンダ設定をするということになります。で、その後、まあ、都知事がですね、総理大臣とも会談をして、まあ、国の協力が必要だということを言い、まあ、かつ、まあ、緊急事態宣言についても、まあ、検討を期待したいというふうな形で、まあ、都が、まあ、突き上げるという形になるわけであります。で、その後、まあ、緊急事態宣言を出すって方向に行くわけですが、まあ、その時にですね、まあ、休業要請の対象をまあどうするかということが、まあ、一つのまあ論点になるわけですが、まあ、そのレベルについてもですね、都のレベルと、まあ、国のレベルというので、まあ、一定のまあ意見の隔たりがあったということがあります。で、都はまあ広げたかったわけですけども、まあ、国はまあそこはもう少し限定的にしたいということを、まあ、経済とのバランスのことで考え、まあ、最終的にはですね、都がまあ当初想定をしていた休業要請の対象っていうのを一部まあ見直して限定をすると。まあ、例えばまあ例はですね、居酒屋を含む飲食店については、まあ、営業時間のまあ限定っていう形でまあ合意をするという、まあ、こういう形でのまあ綱引きがあったわけです。で、この上でまあ都はですね、その休業要請をすると同時に、まあ、その要請に応じた中小の事業者に対しては協力金を給付するということで、まあ、経済的なダメージとのまあバランスを図ろうということをするわけです。で、まあ、都と国との関係はこういう形で展開するわけですが、今度はそれがですね、まあ、自治体間の関係ということに、まあ、波及をするということになります。で、この緊急事態宣言出されたのは4月7日ですけども、まあ、この直後はですね、まあ、都道府県の足並み、特にまあその当初、この当初対象になったですね、この関東圏の都道府県の足並みもですね、なかなか揃っていなかったというところがあります。まあ、都は先ほど申し上げたように積極的だったわけですけども、まあ、当初、まあ、埼玉っていうのも、は、まあ、若干慎重でありましたし、神奈川もですね、特にまあ協力金の問題なんかもあって一定程度慎重だったわけですが、まあ、この埼玉と神奈川はですね、4月10日に、まあ、基本的には東京がですね、と国が合意したことを受けて方針転換をし、まあ、休業要請をする方向に行くわけです。ただまあこの4月10日の段階ではですね、同じ関東圏の中でも、まあ、千葉県の森田知事っていうのはですね、まあ、千葉県は東京都と同じというわけにはいかないとして、まあ、当面は休業要請をしない、まあ、そういう考えをですね、まあ、示したわけです。まあ、このように自治体間でですね、まあ、対応にばらつきが出てくるわけで、まあ、これはある意味でまあ感染状況の違いとかですね、協力金を負担するだけのまあ財政余力があるかどうかっていうことを考えると、まあ、当然あり得る方向性の違いなわけです。まあ、しかしながら最終的にはですね、その4月のまあ11日ですけれども、まあ、翌日にはですね、千葉県の森田知事も週明けにもですね、県内の事業者に休業要請をするという、まあ、意向をまあ発表するということになったわけです。で、その結果ですね、4月10日にですね、発表していた埼玉県、あるいは神奈川県も含めですね、まあ、足並みをまあ揃えることになったということがまあ言えるだろうというふうに思います。まあ、こういうその国と地方自治体のですね、まあ、相互作用、あるいはまあ地方自治体間の相互作用と、いうのもですね、この対応プロセスの中では見て取れたということになるわけであります。で、それでは、まあ、以上のようなですね、プロセスをその新型コロナウイルスへの対応としてですね、中央政府、あるいはまあ地方政府で取ってきたわけですけども、まあ、こういうプロセス全体をですね、まあ、どういうふうな形で、
整理することができるのか、どういう観点から分析することができるのかということを、最後、まとめておきたいというふうに思います。で、このプロセスの中で重要なこと、特に専門家のですね、政策決定における役割という観点から重要なことはですね、一定の能動的なインプットというのを、専門家が行ったということであります。で、これはすでに述べてきたように、新型インフルエンザの時の経験というのがあって、十分能動的にですね、メディアだとか、あるいは政治家等にですね、問題提起ができなかったという専門家側の発生、反、あの反省もありですね、一定の能動的インプットを行ったということができるだろうと思います。で、ただし、この時の能動的インプットの対象というのは、基本的には医学的な観点というものに限定をされていたということが言えます。これは当初のですね、専門家会議のメンバーを見てもですね、医療関係者、あるいは医学研究者というのが中心であって、あるいは本人、当事者たちのですね、自己規定を見ても、ベースは医学的観点からの問題提起だということを主張しているわけです。で、そういう意味で言うとですね、非医学的な知識っていうのが、例えば専門家会議等を通してですね、公式にインプットされるっていうことはなかったわけです。で、しかしながらですね、今回、この講義の中で最初からお話ししているように、この新型コロナウイルスの問題っていうのは単に健康影響の問題、あるいは医療問題だけではなくて、経済の問題だったり、あるいは社会的な問題に広がっていくっていう、極めて複合性の高い問題でありますので、医学的知識だけでは当然解けないわけなので、一定の社会状況に関するインプットっていうのは必要なわけですけれども、この非医学的知識のインプットをどうするかっていうところはですね、透明性を欠いていたということが言えるだろうと思います。で、当初の専門家委員会の体制のもとだとですね、そこを実質的に担保していたのは、担当大臣というのが、経済財政担当大臣ということで、大臣がですね、ある意味はその経済的側面っていうのも含めて、ある種、インプットを非公式に行うですね、そういうメカニズムになっていた、メカニズムの担い手になっていたってことであるわけですが、当初はそもそもフォーマルなメカニズムはなかったわけであります。で、確かにですね、緊急事態宣言が出された2020年の5月以降ですね、ある局面で、新型インフルエンザ等対策有識会議の下、者の会議の下のですね、基本的対処方針等諮問委員会については、実は構成員にですね、単なる医学関係者だけではなくて、4人の経済学者というのが追加をされ、バランスを取るんだと。特にその緊急事態宣言を解除するにあたってですね、バランスを取るんだということを、象徴的には示そうとしたわけですけども、では、こういうその経済学者っていうのがですね、まさにバランスを取る上で適切なインプットができたのかというとですね、必ずしもそこは明確ではないという部分があります。で、また、この基本的対処方針諮問委員会ができた後も、依然として重要であったというふうにお話をした、専門家会議について言うとですね、この構成は医学的専門家によって構成されるってままであったので、そういう意味においてはですね、限界は残ったということがあります。実はこの新型インフルエンザ等対策有識者会議っていうのにはですね、分科会がもともとありまして、社会機能に関する分科会っていうのもあって、本来であればこういったものを活用するっていうこともあり得たんだろうと思います。社会的、経済的なリスクとのバランスを考える上でですね。しかしながら最終的にはこれはですね、活用されなかったということになります。で、そういう中でですね、医学関係者、あるいは医療関係者を中心とする、専門家会議っていうのが、かなり中心になる形で意思決定をすると。で、社会の側からするとですね、いろんなことを考えなきゃいけないのに、そういう観点だけでいいのかっていうことでですね、かなり批判も強まりですね、この2020年の6月24日にはですね、担当大臣は、この従来大きな役割を果たしてきた専門家会議っていうのを廃止して、新しく新型コロナウイルス対策に関する分科会を作るんだという、こういうことをですね、決めるわけであります。で、
まあ、こういう形で新しい仕組みがですね、作られるということになったわけです。では、じゃあこの新しい仕組みがですね、まあ、動いたのかということになります。で、これについてはですね、このメンバーっていうのは確かに、まあ、従来に比べてかなり、まあ、拡大しているということは言えます。まあ、医学研究者、あるいは、まあ、医療関係者に加えてですね、まあ、経済の研究者だとか、まあ、労働組合の関係者だとか、まあ、地方自治体の関係者だとか、マスメディアの関係者だとか、あるいは、まあ、交通系シンクタンクの、まあ、関係者というのも含むですね、分科会として、まあ、設置をされたわけで、まあ、より幅広い専門家、ステークホルダーが入ってくるということになったわけですが、まあ、ここは、まあ、広げるっていう意味ではいいのですけども、まあ、全体としてですね、うまく統合してマネージできるかというのは、なかなか、まあ、難しかったという側面もあるようであります。例えば、まあ、この、新しい分科会ができた時の当初のですね、議論というのは、まあ、その能動的に課題設定、解決案の提示を行うというよりかは、まあ、従来型の審議会の役割ですね。まあ、政府から諮問を受けて、それに対して回答するっていう、そういうスタイルに、まあ、回帰していた側面があります。例えば、まあ、GoTo のようなもの、プログラムについて、これこれこういう条件で、これこれこうするのは適切かどうかとかですね。まあ、ある意味ではそのイエスオアノーを問うような形での、まあ、諮問が来る形になっていて、まあ、若干その役割は、まあ、交代をしたという側面があります。それから、まあ、当然いろんな関係者が入ってくるってことは、当然いろんな議論があるわけであります。まあ、交通系のシンクタンクであれば、と当然ある種の観光のプラスというようなことも言いますので、まあ、従来の議論とは、まあ、違う側面が出てくると。まあ、そういう中でですね、なかなかこの分科会自身だけでは、まあ、決められない、新しい問題提起ができないっていうことにもなってきて、まあ、その結果ですね、それをある意味では、乗り越える、あるいはまあそれをある意味では、まあ、代替する方法としてですね、まあ、いろんな仕組みが試みられてきたっていうのがその後の展開であります。例えば、まあ、分科会、コロナ分科会のもとにですね、ワーキンググループっていうのは設置されます。まあ、偏見と差別、プライバシーのワーキンググループだとか、大都市の歓楽街における感染拡大防止措置のワーキンググループだとか、まあ、こういう形でむしろ、まあ、メンバーを限定して、ただし実効的にいろいろ議論できるグループを作ろうという、まあ、こういう試みが行われたりだとか、あるいはまあ従来の専門家会議っていうのはまあ廃止されたわけですけども、まあ、実態としてはほぼメンバーがですね、かなり重なる形で、まあ、厚労省の中にですね、ありました、まあ、すでにあったんですけれども、この新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードというのがですね、まあ、再度7月から活用されるようになってきたということであります。まあ、以上がですね、この新型コロナウイルスの点への対応に対する展開のですね、まあ、整理ということになるわけです。で、まあ、当初の問題設定である、まあ、その複合リスク管理においてですね、専門家がどういう役割を果たして、どういう役割を果たせないのかということについて言うとですね、まあ、特にどういう側面で限界があるのかということについて最後少し整理をしておきたいと思いますが、一つはここにも書きましたように、専門家間のコミュニケーションというのが重要になってくると。つまり、ある一つの観点では足りないので、専門家間の意見をまあどうバランスするのかということがまあ重要で、まあ、対象が限定されているとですね、一定程度可能なわけですけども、特に経済だとか社会に広げたときにですね、そのバランスの取り方っていうのはなかなか課題があったんだということが言えるだろうと思います。で、またこれはまあ専門家間のコミュニケーション、バランスだけではなくて、いろんなステークホルダーも入ってくるわけですね。まあ、観光関係者もいれば自治体関係者もいるし、自治体は自治体によっても、まあ、当然立場は違うわけなので、まあ、こういうその幅広い関係者間のですね、コミュニケーション、し、それをどういうふうに調整していくのか。まあ、それはまさに、まあ、政治の課題であるわけですけども。まあ、それがですね、いろんな形で問われてきた。また現在も問われているというのが、まあ、現状であろうというふうに思います。まあ、以上、限られた時間での、説明になりましたが、以上でですね、本日の模擬講義を終了したいというふうに思います。どうも、最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。これで失礼します。